たまには吹かせますありがとう、そう言ってくれて、つつありがとう。まあまあ皆さん、よし、やばい、もう今日ね、年内最後の休みだったわけ、やっほー、年内最後の休みだったわけ今日。なのにさ、普通にずっとやっぱ家にいたよね。普通に家にいた。で、なんか昼過ぎまで寝て、でもなんか眠くてめっちゃ。で、だから18時ぐらいから10時ぐらいまで、10時半ぐらいまで寝てて、で、なんか洗濯とかしてた。ご飯食べたり。ちょっと荷造りしてないんで、ちょっとしたんだけど、今乾かしてる今乾かしてるんだよね。だからね、スキンケアでもやってね、話していこうと思って、見そうと思って始めました。パック貼る、パックだけ貼らせて、ちょっと一回パック貼るわ。で、唇にリップもつけるわ、ついでにね。ちょっとスクラブまでやるか迷うけど、ちょっと今日めんどくさいんでやめます。で、なんか今日ずっと寝てたからさ、肌カピカピだからさ、ちょっと念入りにスキンケアしていこうと思って。はい、使いますのはメディヒールのティーツリーです。なんかメディヒールのさ、なんかパセットみたいなの買ったのよ、この間の目代わりで。で、なんかいろんな種類あってさ、いろんな種類あって、すごいね、どれから使うか迷ったんだけど、最近とにかく肌の治安というか乾燥が激しいんで、保湿成分がね高いやつを選びました。このね、T3 ってやつがね、なんかそういう系だった気がする。いろんな種類ありすぎてわかんないんだよね。はい、あー冷たい、冷たい。てか今日めっちゃ寒くない？これ家の中いてもさ、超寒かったんだけど今日。全然さ、暖房で温まらなかった部屋が、ビビった。よし、晴れた。このメディヒールさ、なんかこうドラッグストアで買うメディヒールと違ってさ、なんかこうなんか丁寧な髪感、すごいロイヤルな髪な感じ、すごいんだよね。なんか綺麗っていうか。よし、ちょっと20分経ったら教えてください。外します。よしよし、しっかりパックしていきます。で、この間に眉毛美容液も塗ります。眉毛美容液じゃ、まつげ美容液だった。女の子ってほんと楽しい。はい、ハンドクリームはね、私結構いただくこと多くて、自分で買ったものの中だ、自分でこれ買ってないわな、もらったやつだ。これもね、中にメイクさんからもらったやつなんですけど、イソップのね、ハンドクリームだったりね、白のハンドクリームも持ってるしね、今目の前にあるんだけど、サボンのハンドクリームもありますしね。ハンドクリームね、めっちゃある。あとジルスチュアートのハンドクリームもいただいてる。ちょっと、あ、今ね、ちょうどそれやって、私もハンドクリーム塗らなきゃと思って、つけた、イソップ。白のホワイトリリー好き。あ、これ白のホワイトリリーのハンド美容液だって。ちょっと混ぜて使おう絶対違うだろ、使い方。
よね。ハンドクリーム忘れちゃうけど塗ったらめっちゃ綺麗になるよね。私も最近ね、人差し指の腹がめっちゃ切れるんですよ。そうだからね、ハンドクリーム塗らなきゃ塗らなきゃって思うんだよね。ハンドクリーム塗ると手の甲がすごい綺麗になるよね。ありがとう、言ってくれたおかげで思い出した。なんかね、白のホワイトリリーのやつ今塗ったけどね、軽くていい感じです。テクスチャーが軽い感じする。イソップはクリームって感じだから重いんだけど、ちょっとベトベトする。ホワイトリリーはめっちゃ軽いね。なんかイソップはね、ほんとクリームって感じ。1時間2回ね、すごい。あ、ゆう、次ん、サンタさんありがとう。ソリに沿って、ソリ沿ってるサンタ。ありがとうね。あ、まゆからもらった爪のやつを塗ろう。そう、これはね、シャネルのやつなんですけど、これまゆがね、誕生日にくれたんですよね。あ、なんか甘爪なんか爪のさ下側にさ、なんか爪のなんていう周りあるじゃん、甘皮とかあるとこ、そこにねぬりぬりするやつもくれたの。あらま、ハズレだこれ当たんないね。ありがとう。これもぬりぬりしとこう。お爪が綺麗な人になりますからね。ここもめっちゃ乾燥するよな、爪の周りも。そうだよ、当たったら何なんだろうね。年末とか大吉とかあるよね。懐かしい、もうそんな時期か。よいしょ、よし、塗った。そうだ、リップリップ。もう唇もカサカサ丸じゃんね。みんなの唇もカサカサ丸？私は結構カサカサ丸だよ。販売終わってしまった。うん、そうなの。何枚ぐらい書くんだろう、楽しみ、嬉しい。足の裏ね、気にしたことないわ。足の裏気にしたことないかも。リップクリーム塗っちゃおう。たっぷりリップクリーム入るもんない。やばい、20分何分だっけ、見てなかった。もうまだだね。唇はね、ガチやばい。私ハットさんありがとう。スコットさんありがとう。サウラありがとう。ネモありがとう。ヒデくんありがとう。チャンピオンさんありがとう。ケイクイーンさんありがとう。モブルシタありがとう。ジョッコさんありがとう。ファンありがとう。ユーありがとう。タコタコタラありがとうございます。オジョブちゃんありがとう。プーありがとう。読めたかな。起きてるね、みんな結構。まだ10分。オッケー。わかんない。ありがてえ。ありがてえ。やば、充電器。充電 8% しかない。終わるのって、何が、なんでオールするの、なんで、なんでオールなの。あら、あ、当たりじゃないこれ。あ、外れだ
ありがとう言う。さすがに当たりかと思った。最新はね、スキンケアとか終わったら。めっちゃ勝率悪いね、これ。朝早い？そんな？超勝率低いじゃん。いっぱいありがとう。ありがとう。あと私眉毛抜かなきゃいけない。眉毛ボーボーなんだけど、マジで。あ、そういうこと？体調悪い、気をつけてね、寒いし。でもありがとう。私は明日朝一でラキをペットショップに預けに行かなくちゃいけない。ガチ高い。もう今回さ、普通の遠征よりさ全然日数多いじゃん。25,000円ぐらいかかるんだけど、多分死ぬ。まあでもね、3日じゃないよ。22、23、24、3日か。3日だったわ。いやでも1、2、3、4、2、2、3、2、4、3日か。3泊4日か。そう、3日間預けるから。しかもなんかさ、3日間も預けるからさ、なんかその大きさによってグレー、なんか値段変わるんだけどさ、その部屋のどこに預けるかみたいな。でさ、あのゲージとかは安いのよ、やっぱ。けどさ、ラッキーゲージ大嫌いだしさ、そんなとこに3日もいさせるなんてかわいそうすぎるじゃん。だからなんか小部屋みたいなやつにする、してる、するんだけど、余計高いよね。
ひよーんって感じ。ひよーん。でもラキは私と離れ離れだと寂しいだろうな。なんか忙しい時期とかさ、全然かまってあげられない時とかさ、めっちゃ切れてるもんね家で。めっちゃ噛んでくるもん。今日とかなんか一日家に行ったから一回も噛んでこない。しかも最近寒いからか私の腹の前で寝てるいつも。かわいい。無理。今日も10時半に起きれたのラキが私の背中に乗ってきたから起こしてくれるんだよね最近。なんかそろそろ起きたらどうみたいな。力うどお疲れ、そろそろあんた起きたらどうみたいな感じでさ。起こしてくんだよ。可愛いにも程があるだろうと思って。かわいい。本気でかわいい。赤佐郷さんありがとう。マジかわいいな。起きて。あ、そうそう、なんか自分で選んだサンタコスさ、ちょっとブツブツ見えるさ服にしちゃってさ、ちょっとブツブツ見えると思うんだけど気にしないでください。でもなんかね、今日めっちゃ引いたんだよね。でもまたね、再発する可能性は大いにあるんだけど、今日結構引いたんだよな。今日ね結構なんかやっぱ日によってさ良くなったり悪くなったりするからさ、なんか遺伝とかでなったみたいなやつじゃない気がするんだよね。やっぱりみつみちゃんありがとう。休んで体調、それはある、それはあると思うわ。めっちゃ寝れたしね今日、うん、今日とにかく気の済むまで寝ようと思って。ありがとう。こんばんは。ちょっとプロテイン飲もう。ラキさんとこあったの？タンパク質は私絶対取れてないからさ、取るようにしてるんだよ。
はザバスは普通にうまい。クジコありがとう、ユウありがとう、こんばんは、ファンありがとうね。あ、でもリップクリーム食っちゃった。ね、20分経った？まだ？そう、今日さ、前も話したかな、なんかさ、超細かいさ、針がさ入ってるさ、こう化粧をする前とかに塗る導入液、あ、違う、化粧じゃない、化粧水とか塗る前に塗る導入液みたいなのあって、なんかね、細かい針がリードルショットみたいな名前だった気がする、歯科の。なんか細かい針が入ってて、そう、目に見えないぐらいの大きさの針がこれそのクリームの中に入ってて、そうで、それが100、300、500、700、1000って段階が分かれてて、そうで、私は最初だから100を買ったのよね。で、塗ったんよ。結構痛いの。100でも結構痛ててててって思うぐらいでさ、そう、マジみんなも買ってほしいわ。 1000とか買ってほしい。で、塗って感想教えてほしい。でもね、肌めっちゃもちもちになる、塗ったら。あと、なんか口コミ読んでたけど、この間なんか顔がスッキリするって書いてる人もいて、あれでも朝塗ったら痛みで目覚めると思う、普通に。線塗ってみてよ、みんな。いや、なんか傷つけもないと思うけどね。チャンピオンありがとう。まあな、傷つけてるのかな。クリームは大事だよ。ね、効果ね、大きいらしいね。まあでもなんだかんだパックはやっぱいいよね。パックするとやっぱ次の日変わるもんな。パックだけじゃなくて、パックの後にしっかりそのパックの水分をこう閉じ込めるスキンケアをしたら、あ、そうそう、化粧水の浸透めっちゃするらしい。だからこのニードルショットで塗って化粧水の浸透の効果を高めた後にパックとかして、で、パックの後に美容液とかいっぱい塗って、やったら次の日のメイクのり、あのね、みんなメイクのりとか気にしなくていいと思うけど、その日の朝のスキンケアもめっちゃ大事ってことに最近気づいた。その日の化粧持ちが全然変わる。一番いいのはさ、一番いいのは夜朝パックすることだよね。そこまでしたら完璧だけど、無理ですね。このめんどくさがり屋愛理ちゃんは普通に無理っすね。普通に無理ぽよ。寝れるかな私今日。結構変な時間に寝ちゃったわ、悔しい。
ね、ひげを毎日剃らなきゃいけないのも絶対大変だよね。本当はまだ20分経ってない？結構水分なくなってきてるばっかり。ゆきちゃん、ダメよ。うん。4000円のカミソリスあるんだよ。ぼちぼちに、あ、ほんと？ありがとう、外そう。ちょっとありがとう、外そう。してみの、バッグめっちゃいいよ。私はね、メディヒール。あ、でもね、この間はマニョっていう魔女工房っていうところのパックがいいって、もっと私も持ってて、この間使ったけど、またリップクリーム食っちゃった。なんか足が綺麗、なんで？めっちゃ寝たからかな。肌にツヤがある、なんか。そう、あのね、パックは時間を守らなきゃいけない、絶対に。やばい、パックの水を押し込んでるんだけど、針が痛い。痛すぎる。パックはね、絶対時間を守ってください。そう、魔女工房っていうところの、でも多分ドンキにあるかないかって感じだから、全然メディヒールでいいと寝ると肌の調子がいいですね。こうしゃね、こう余ったパックをね、体に塗るっていうね。体にこすりつけてますよ。あ、くもずありがとう。体にこすりつけて。よし、パック終わった後は魔女工房のエッセンスミストを顔にかけまくって、これは私のバリフォーチュン、一押しのバリホープという化粧水を塗る。マジこれみかんの匂いするんだよな、この化粧水。てよし、よし、眉毛抜こう。私が お疲れ。私が語りすぎてみんなが美容モチベ上がってるのめっちゃおもろい。嬉しい嬉しい。うわ、くしゃみ出る。
マジ眉毛抜いてるとくしゃみが出る。なんでこんな生えてきたの急に。寒いんだ。マジ？結構おしゃれしていこうと思ってたのに。なんかピュアスのメンバーね、半々に分かれるのよ。ジャージ組とちゃんと私服組で。でもやっぱちゃんと私服着るとさ、マジそんな寒いの？私服着ようとするとさ、ちょっとやっぱ肌見せになっちゃうじゃん。若干おしゃれしていこうと思ってたのに。で私はだからいつも寒さに負けたくなくて、すごいジャージっていうかダルギで行くことが多いんです。遠征はサンバカが大体ねジャージで、この3人が結構綺麗に私服着てるって感じなんだけど、私も今回はそっちに仲間入りをしようと思ってたわけですよ。鼻水垂れてきた。だる。
ストッキング買おう、あっちで。マジストッキング無敵だからね。生足に見せかけてストッキング履いてたらもう無敵だから普通に。いやでもやっぱちょっと我慢しないと買い、全身防備はやっぱジャージとかしかないよ。それで可愛いって少ないと思うけどな。いやいやマジ最近マジインスタ投稿してなさすぎてね、投稿したいのよ普通に。マジさ、眉毛ってさ、生えてくる面積さ、年々さ、広がっていくんだけど。何なのこれ。これちゃんとさ、こう抜かず、抜いたり剃ったりしなかったらさ、どんな形になるのか一回生やしたくなるもんね、普通にこれ。気になるもん、もはや自分の眉毛の形がどんなになっているのか。絶対生まれたての時と違う形で生えてきてるもん、周りのやつ。普通に。あるよマジ、こんな太くなかったわ私もともと。いや違うんだよ絶対。だってさ、こんな上まで眉毛生えてたら私両津勘吉みたいな眉毛になっちゃうよ。すごいもん、幅的にはさ、ここからここまで生えてるもんね。すごい、両津勘吉みたいな。尺あるよこれ。横にはないけど縦にはあるよこれ。だってここでしょ。すごいよこれ。そんな眉毛じゃなかったよ小学校の時で。木の毛が顔についてる。よし、それた。それたじゃない、抜けただ。よし、抜き終わりましたので。やっぱ範囲広がるよね。やっぱそうだよね。眉毛離れてるからつながることはないんだけどさ、私は。
二階美容液のとこ。痛い。顔撫でると針が痛すぎる。確かに毛って生意気だよな。全部抜け切れてないな。こんばんは。バグってる気笑う。スキンケアめんどいなって思うのに、なんかたまに死ぬほどやる気入る日あるの。なんで眉毛全然綺麗じゃない。難しいな。もういっか。もういっかって。もう私バッツンだしね。見えない見えない。見えない見えない。要は気づいてる？みんな私が全然荷造りしてないの。ちょっと早く起きるか。いやでもね、乾いてないもん。別に化粧品とか入れれるけどさ、ね、乾いてるよね。靴とか、ね、衣装とか、衣装はまだ入れてないよ。サンタコスと衣装、違う、サンタコスとあの靴とかは入れてるんですよ。 あと私服ね、乾いてる私服は入れてるんですよ。もうとか、あと衣装とコンタクトとかスキンケア系とかヘアケア。でも私絶対1個忘れるんだよな、なんかスキンケア周り。あ、ヘアトリートメント忘れたとか、あ、クレンジング忘れちゃったとか、絶対1個忘れる。めっちゃ肌綺麗になってきた。衣装さえあればね、あればいける。
素晴らしいじゃない。すごくツヤのあって透明感のある肌に仕上がりましたね。うん、うるもち卵ちゃんだ。なんか私はさあ、いつ何を着るか分かってないんだよね。ごめん、本当に言っていいかも分からないし、把握もしてない。ごめん、本当ごめん。何分から配信始めたっけ。そこがお気に入りだの。かわいいね。うん、ありがとう。ありがとう。私さ、愛理ちゃんとか連れてきてくれた新規の方さ、大体釣れないっていうジンクスがあるんだけどさ、打ち破ってみせるぜ。結構多いんだよな。なんでなんだろう。結構ね、私の中でね、ジンクス化としてるんだよね、この症状。いや、僕だけじゃないよ、このジンクス。結構いつもなんだよね。なんでなんだろうね。私結構ね、途中から謎に思えてきて、ね、悲しいんだけどみたいな。誰に言っちゃう。でもバラバラかな、本当にバラバラ。結構分かれる。この人っていうあれはないかも。バラバラリンチョですね。あるのかな、そんな同担拒否的な。でもみんなも別にさ、同担してほしくないと思ってさ、こう連れてきてるわけじゃないでしょ。連れてきてくれてるわけじゃないじゃん。だからさ、そこに気使わなきゃいけない感じに思うのかな、自然に思うのかな。あるのか。あー、なっちゃん、そこダメよ。よし、久しぶりにピアスをつけましょう。めちゃ久しぶりだ、ピアスつけんの。穴下がってないかな。持っていこう。
ヘアアクセサリーも適当に持っていくか。なるでしょう。カラコンは何個いる？1、2、3泊4日でしょ。1、2、3、3つあればいけるよね。3セット。録音は大事だから入れておきましょう。この辺のスキンケアは入れるとこ。こういうなんか試供品系ってマジ助かるよな。クリーム。これを持っていこう。試供品はマジで助かる。こう遠征の時。かわいい。私鎌倉とかなんかそういう配慮系全然入ってくれないんだよね。ファンの人からいただいたリップパックもしっかり入れていきましょう。マジリップパック天才。3種類でいいかな。3泊だからね。君に決めたの。ちょっと別の種類にしようかな。面白みをつけるために。何の面白みだよっつって、これにしよう。ニヤニヤキメとツヤケアだって。いいじゃん、いいね、かわいい。パックは君。痛い。鼻水出てきた、痛さで。よし。カラコンの色グレー、ハパクリスティンのねグレーですよ。今はグレーだよー。めっちゃいい、これ本当に一番漏れる。ハパクリスティングレーだね。めっちゃ気に入ってる今のカラコン。私1個前のカラコンずっとそれだろう、どれ使っていくんだろうなとか思ってたけど、普通に超えてきた。普通に今のやつが好き。ねえ、ラキの毛が、スキンケアしたらラキの毛が顔にずっとまとわりつく。いっぱいあるよね。カラコンもいろいろ試してみるもんだなと思ってる。
いやマジでね、コンタクトはねガチで慣れだよ。私も最初さ、ね、チーカーのカラコンは絶対試しません。いやそのなんかそもそも私チーカーは好きとか言っていい美女じゃないしね、タイプとかでね。あの最初めっちゃ痛かったり怖かって、高校生か中学生、あ中学生だ、小学生の時に帯屋町のどっかのタワーの、タワーというか施設のトイレで友達と格闘しながらつけて思い出、ね、最初本当に無理だった。今なんとも思わない。ね、今日前ショールームで酔っ払ってた？今日やってなかったっけ？悩みになってた。さっき電話したんだけどさ、ちょっと酔ってそうだった。みんなはさ、眉が病んでたら意外だなって思うわけ。なんでこんな人差し指の腹切れるわけ。マジでありえない。でしみるしみる、ででまあ明日夜語る予定を入れてますので。話していきますわ。
そう、人生ってマジだるいよな、ガチで。でも最近めっちゃ思う、なんかなって、人生って人生だなって、なんかすごいさ、トントン拍子に売れていく人とかさ見てるとさ、なんかあー私なんでこっち側になれなかったんだろうってすごい悩むしさ、まあ本当にトントン拍子で売れてさ、ずっと表舞台でいい仕事できる人たちってさ、もう本当宝くじレベルだと思うの、人数的に言えばね。そう、宝くじぐらいの人数だと分かってるんだよ。分かっててもさ、別にじゃあさ、そこを目指しちゃいけないわけはないしさ、誰だって普通にそうなりたいじゃんって最近めっちゃ思って、なんか悔しいなって、自分がそういう存在になれなかったのって本当悔しいことだなって最近ずっと考えてた。本当に思う。あ、乾いてるかなこれ。あれ？あれ落ちちゃったかな。なんか衣装がバチクソ汚れてる。うわ、ほこりがついてるわ。なんかまあ私はが言えることはやっぱり、こうやってビームスの活動してる間もたくさんドラマとか映画とか出たかったし、もっと活躍したかった。本当にそれは思う。でもなんか最近なんかそういうずっと悩んでることとかモヤモヤしてることあんま口に出さなくなって、こう頭の中で考えてるばっかりなんだけど、なんかそれも自分が大人になったみたいで嫌だしもうなんか割り切ろうとしてる自分もいるからさ、まあ、そうしないと一生辛いしさ、まあそれですごいさ、うまくいってる人を妬んだり周りの環境を恨んだりするところは変わってないけど全然変わってないけどさ、そこは全然大人じゃないけどさ、まあでもみんなからしたらこの2年間の活動ってたくさんライブ見れて話せてすごいさ嬉しい時間をさ過ごしてくれたのかなとは思えるのね。だからそれは良かったなって思ってる。この仕事はさ、みんなを幸せにするためにやってる仕事だからさ、みんなの人生を少しでも豊かにするためにやる仕事はできたのかなって。だって正直ドラマとか映画って私がやりたいことだからさ、私だけがやりたいことだ。まあみんなも見たいと思ってくれてるのも分かるんだけどさ、だからそういう意味ではすごく充実した日々だったな。私が、いや私はみんなが幸せだったら幸せなんだよ。でもなんか夢とか願望っていう部分で私が幸せになることは多分一生ないと思う。もう年齢的にも状況的にも
私が本来行きたかった場所にはもう行けないからさ、それをもう分かった上でこれからも生きていくしかないから、うん、その中でもできることをやろうって新しい夢もできたしね。うん、もうルートから外れてしまった。年齢って本当に過酷だ、本当に年齢って過酷だよ。あ、今20歳だったらどんだけ希望に満ち溢れてたことか。日プとかもさ、最年長23でさ、受かってる方がね、ああ2年しか変わらないだけど、でも25って25だよねって、ね、あれもみんなのこと大好きだから、本当にこのサービス、サービストークじゃなくてですね、あれも本当になんか本当になんか分かんない、私がこれから何をしたらみんなが喜んでくれるのか、うん、分からないんだけど、正直言ったらね、どういうふうに歩んでいけばみんながずっと私を好きでいてくれるか分からないんだよね。正直私がこれからする選択がみんなにとって嬉しいのことかも分からないし、でも突き進んでいくしかないからさ、私が今これから生きて、でもこれはまだいいや。まあとにかく私は私なりに考えて、私ができることを選んで、私なりの、私なりの、私が行ける、私が行ける最上級のとこまでは上り詰めようと思う。この私のボンな私の最上級を探して、そこに行けるように頑張ろうって思ってる。届けてくれ。じゃあそろそろ寝るわ。なんか語ってしまったわ、久しぶりに。はずーはじゅー、なんか髪そろそろだ。ライブ頑張るわ。荷造りマンはまあ乾かなかったからね、まあ明日ちょっと早く起きてやります。なかなか聞けないこと聞けたよ。本当ありがとう。あーちょっと泣きそう、うん、辛いね人生って。多分みんなも一緒だと思うんだよね。頑張ろうね、頑張ろう。
人生って辛いよね。あいもっとドラマとか映画とか出たかったわ、マジで。この期間悔しいよ。はあ、鼻水が。ありがとう、ごめんごめん。ああ。学生役できない。ランキング読みます。13位スコットさんありがとう。12位ネモありがとう。11位キノジありがとう。10位ファイナルありがとう。9位クボズンありがとう。8位サウロンありがとう。7位大粒ちゃんありがとう。6位5つさんありがとう。5位まぼろしさんありがとう。4位チャンピオンありがとう。3位たこたこ太郎ありがとう。2位ファンありがとう。1位ゆありがとうございます。わーい。おやすみなさい。頑張ります。ありがとう、みんなごめんね。おやすみ。ほんとごめん。ゆっくり休んでください。おやすみ。